どうもこんにちは、 DJ マインクラフトのアンズです。今回はヒカキンさんがコラボで踊ったことで大注目、世界の終わりさんのハビットをマイクラのノートブロックで作っていきますよ。このハビットの曲の速さは BPM120。 普段使っているリピーター回路はBPM150 なので、このまま作っちゃうと超気配になっちゃうんですよね。というわけで今回はドロコを使ってハビットを演奏していきます。ここで突然ですが問題です。ドロコ回路を作るとき一番困ることって何でしょうか？正解は16分音符がめちゃくちゃ連打でずらずらと続いてやってくることです。まずはドロコ回路についておさらいしましょう。ドロコ回路では四分音符は感知レール1個と加速レール3個、8分音符は感知レール1個と加速レール1個、16分音符は感知レール1個だけになっています。この時感知レールは音ブロックを鳴らすために必要で、加速レールは曲のスピードを常に同じ速度にするために必要になります。が16分音符が連打で存在してしまうと感知レールばっかりになってしまうため、加速することができずにドロッコが途中で止まってしまうんですよね。悲しみ。そこでこの問題を解決するために必要なのが、じゃーん、1クリックしたリピーターです。実はドロッコが16分音符を鳴らす速度とこんな感じで1クリックリピーターを挟んで鳴らす時の速度は大体ほぼ一緒なんですよね。というわけで今回は1クリックリピーターを混ぜつつハビットを演奏していきます。ちょっと大変ですがゆっくり解説していきますので頑張って作っていきましょう。ではまず最初にスタート台を作ります。ガラスと TNT 以外の好きなブロックを用意したら、こんな感じで階段状になるようにブロックを置きます。そしたらブロックの真上に加速レールを設置します。次にこんな感じでブロックを横に置いた後、レッドストーンの粉を置いて、さらにブロックを置きボタンを取り付けます。これでスタート部分は完成です。次にレールを設置していきましょう。まずページの境目として分かりやすいように、何か好きなブロックを1マス掘って埋めた後、感知レールを1マス飛ばしで8個置いていきます。感知レールを置いたら空白の部分を埋めるように加速レールを8個置いていきます。これが設計図1ページ分になります。今回はこの組み合わせを8セット用意しましょう。次に音ブロックの下に敷くブロックを用意します。この設計図と同じように地面を1マス掘った後にグローストーンを埋めていきます。次にリピーターを設置します。矢印の方向を向いた後にリピーターを設置し、1回分だけクリックします。向きが違ってしまうと音ブロックが鳴らなくなってしまうので注意しましょう。そしたらレッドストーンの粉を地面の上に置いて感知レールとくっつけるようにします。これで土台部分は完成です。次に音ブロックを設置します。今回私は音ブロックのクリック回数が分かるリソースパックノートブロックディスプレイ CD というやつを使っています。 Java 版の人は使うことができますので、もしよければ使ってみてください。
き地面に埋めたグローストーンの真上にフォトブロックを置いて数字の分だけクリックします。最後にスタート台の上にドロックを乗せてボタンを押したら演奏がスタートします。それでは実際に演奏してみましょう。これで完成。というわけでハビットの作り方でした。いかがでしたでしょうか。ドロッコ回路は作るのが大変ですが、完成するとめちゃくちゃ感動しますよ。駅の発車メロディーとかにも使えちゃいますので、もしよければこの機会に作ってみてください。それでは今回はここまでで終わらねーよー。ここからはエクストラモード、さらに楽器を追加した豪華バージョンを作っていきますが、ここで残念なお知らせです。この豪華バージョン、スイッチだと作れない可能性があります。ごめんなさい。というのもですね、ドロッコ回路とかレッドストーン回路ってバージョンが上がるためにめちゃくちゃ土着素処理が重くなっているんですよね。なのでスペックがどうしても低いスイッチで作っちゃうとカッカッカッになって演奏がおかしくなる可能性がございます。それをご了承の上作ってみてください。ではさっきの続きから作っていきましょう。まずハモリパートを作っていきます。さっき置いた音ブロックの隣を1マス掘った後、エメラルドブロックを埋め込みます。この時間違えてすでに置いた音ブロックを壊しちゃわないように気をつけてくださいね。エメラルドブロックを埋め終わったら、その真上に音ブロックを置いて数字の分だけクリックします。次にレールの反対側を作っていきましょう。ハンチレールの左側にレッドストーンの粉を地面の上に置いていきます。8ページ分の置き終わったらスタートの部分まで戻りまして、石ブロック、砂ブロック、1個開けるの順番でブロックを埋め込んでいきます。石、砂、空白の繰り返しを最後まで作っていきましょう。埋め終わったらその石ブロックと砂ブロックの真上に音ブロック置いていきます。この時クリックはせずにただポン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 と置いていきましょう。置き終わったら次は木ブロックを埋めていきます。設計図と同じように木ブロックを1マス掘って埋めていきます。途中矢印の方向を向いた後にリピーターを設置し、1回分だけクリックしてください。埋め終わったら木ブロックの真上に音ブロックを置いて数字の分だけクリックします。この時すでに置いた音ブロックを壊さないように気をつけてくださいね。8ページ目まで作り終わったら、カンチレールを1個追加して、レッドストーンの粉を置き、
キーブロックを埋めた後に音ブロックを乗せて4回クリックします。これで完成。演奏するときはマジでカクカクするほど重いので、設定のビデオ設定から描画距離って書いてあるとこを一番左まで動かしてあげると多少はマシになるので試してみてください。それでは演奏をどうぞ。というわけで、豪華版ハビットの作り方でした。皆さんはカックカクせずに無事作れましたでしょうか。アンズさんの中級ゲーミングパソコンでもカックカクになりかけたのでちょっと難しいかもしれないですね。もうあとは祈るしかないですね。祈りながらトロッコを試してみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。ちなみにアンズさんはあのダンスを踊ろうとして腰を3日間くらい痛めました。